はい、どうも、松番です。うまつ番です。さあ、始まりましたハレリアコンバット第20回。今回はゲストに素晴らしい方をお呼びしております。第9期神決定戦で現スタンダードシーンの和田裕也さんが打って第9期スタンダードシーンに就任されました岡井俊樹さんです。はい、はい、ご質問ありがとうございます。現スタンダードシーンの岡井です。ということで、まあ、今回じゃ対戦に来たんですけど、はい、目の前に馬がいらっしゃるのはということなんでしょうかね。僕は11月7日これ撮影日なんですけど、誕生日ということでね、生まれたというか、そんなことよりも、ね、スタンダードシーンのおかえさんをお呼びしたということで、先日あのプロツアーイクサラが開催されましたけれども、おかえさんの目から見てそのスタンダードってことを結果として、まあ、そうですね、結果として、まあ、トップ8は意外といろんなデッキが分かってて、まあ、意外だなと思いました。かなり多様性が見られるトップ8になったなと感じました。はいはい、確かに結構いろんな往診のアクリルとかね、新しい形でしたもんね。スクリアの話で、あのタイプの往診は結構1回もから勝ってて珍しかったですけど、はい、あの来世のものが入ってない形でスピードが、うん、一応最速3ターンで決まることになってますから、あれはあれですよね、庭の木にコーラの覚醒が入ったことでどうかされたり、コーラの覚醒といえば結構その会社が神が、恒例の神が選ぶ記事で押されてたカードだと思うんですけど、ありがとうございます。そうですね、あの記事そうですね。他にも1位も実は、まあ、今回4色エネルギーに、まあ、結構採用されてたブラスカで、3位も、まあ、セカンド3、服用の接近に4積みされていた、まあ、残骸の漂着、はいはいはい、そう、まあ、まあ、どの3個も大活躍だったんで結構当たって嬉しいですね。でそんな感じでやっていきますか。よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。
認終了からエンドステップでディスカードまでいいですか。どうぞ。終了です。はい。天丼7から1でローカルを2つ出します。はい。そしてどう？力3ミリだね。セットを入れます。はい。が今検閲と新たな進行、はい、検閲と入力だけです。しばらくです。追放されてしまう。復帰したらいいもの。検閲セットでもからさ、はい、セット入ります。はい、アタック5本
何何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 が出ました。あ、コーンガラスの。あ、バニラ。あ、はい、バニラ出ました。で、戦闘開始。終了しました。はい。おしまいです。
ピーポ。はい、プリちゃん指定後に火花ラジオ起動して5から3で乗っけたいです。音もつかない。終わりです。おしまいです。
そうもない選手が出てきた。どっからでも出てくる。出ましたね、はい、で、エネルギー参考にした、はい、で、トークン出します。トークンでブロックしてくださいね。ここで、じゃあ、そうしたかな。はい、ブロックまで大丈夫です。ブロックしておしまいです。こっちもブロックか、こっちはいないか、こっちは入ってないか、ランクなすもの、ランクなすもの、まずエネルギーに取れて、ワンドローして、クイズから上対決して、2対6を戦力に。じゃあ、2周。あ、これ、2個。ん？これもライフゲーム。なんか、ライフ20。あ、そうそう。20。そっちのライフが上だな。もう関係なさそうできるっすか。そうですか。勝つときはもう、一本勝たれてしまう。これたっぷり瞬間あるわ、大丈夫。ありますね。うんと、おしまいです。けど、9から11で1枚ありがとうございました。すごい、このレッキすごい、めちゃくちゃにして勝てる。まあちょっと微妙、周りが微妙があって、それしてもさっきのスカラがいいな。はい、ということで熱い対戦を送りました。ありがとうございました。ちょっと被り物の中熱かったし、視界悪かった。いやでもすごい視界悪かったし、もう正直何出されてるのか全然分かんなかったけど、それでも勝てるぐらい結構相性差がね結構あったから、すごいデッキでしたね。メインはやっぱり本場デッキはやっぱり強くて、サイドゴーなんかもとんでもないくらい接走な方でしょ。どんなデッキからでもね、やっぱスカラ出られてくるから。いやでもサイドゴーやっ
やっぱ単純だし強力。そうですね、やっぱ否認とか呪文貫きとか入れてくる相手に対してそんなの引っかからないようにゲームを片付けてくれます。今回ゲストがいらっしゃるので、いらっしゃる岡井さんへの挑戦権を得ることができるスタンダード紙に挑戦者決定戦がこの後控えております。12月17日の日曜日ということで、まあ約1ヶ月後ですかね。そこで岡井さん、初めての防衛戦を打ち出すということで、どうですか？強い人が来れば来るほど僕の期待値は下がって弱気な発言。そしてハリディアチャンネルからもいつも通りの告知です。現在ハリディアチャンネルではチャンネル登録数1万人以上を集めて、ハリディアコンバット in YouTube スペースという企画を進行中でございます。皆様よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。